サボ島沖海戦、サボ島沖海戦は、第二次世界大戦のガバルカナル島周辺において1942年、昭和17年10月11日深夜12日に、日本軍とアメリカ軍の間で行われた海戦である。連合軍側の故障は、バトルオブ・ケープ・エスペランス、エスペランス・岬沖海戦。なおサボ島沖海戦のヶ月前に行われた別海戦で、 日本軍側が第一次ソロモン海戦と呼称する海戦のことを連合軍側はバトル・オブ・ソボ・アイランドと呼んでいる。1942年昭和17年8月7日より始まったガダルカナル島の戦いで連合国軍は制空権を掌握して日中に輸送船団を送り込み日本海軍は駆逐艦による高速輸送作戦ネズミ輸送を用いて 夜間活動した。日本軍は、アメリカ軍との戦闘が続く、ガダルカナル島に対する重火器の輸送を企図し、その支援のため、第6戦隊を機関とする艦隊を、ガダルカナル島近海に送り込み、ヘンダーソン飛行場の砲撃を計画した。輸送部隊は、城島工事海軍少々指揮下の水蒸気母艦2隻、日清、千歳特地区艦6隻、秋月型形区艦1番艦、 秋月、第19駆逐隊、綾波、第11駆逐隊、第1小隊、白雪、村雲、第9駆逐隊、朝雲、夏雲。支援部隊は、第6戦隊司令官、後藤尊次少将を指揮官とする五隻、第6戦隊、青葉、木の傘、古高、第11駆逐隊、第2小隊、吹雪、初雪であった。10月11日0600。 日本時間、イカ道、輸送部隊は、重火器、量食、人員等を満載しして、ショートランドから出撃。支援部隊も、同日戦に出撃した。支援部隊の計画では、日没頃に、ガダルカナル島飛行場を200回りの地点に、到達、30ノットでサボ島南方から侵入して26ノットに減速して、砲撃を行う。その後、サボ島南から、 輸送部隊とほぼ同一の航路を取って日の出近くに敵空襲圏内から撤退するというものであった。同時期、アメリカ軍もガガルカナル島で苦戦するアメリカ軍海兵隊を増強すべく輸送船団を編成し同島へ派遣していた。10月11日1147航空偵察によって巡洋艦に駆逐艦六からなる日本艦隊。 支援部隊の出現を確認したアメリカ軍は輸送船団の雨払いとして以前から日本艦隊の構成任務に当たっていたノーマン・スコット少将を指揮官とする巡洋艦部隊を行使させる。この部隊はサンフランシスコ、ソルトレークシティ、ボイシ、ヘレナ、そして駆逐艦5隻からなる第64.2任務部隊であった。スコット少将は1400に全艦に向けて サボ島周辺へ向かう、要指示。1612先ほどと同兵力の日本艦隊を発見したという航空偵察の報告を受け、1615の日没と共に戦闘配置を指示し、日本艦隊を待ち構えていた。10月11日2010、日本艦隊の輸送部隊はガダルカナル島のタサファロング白地に到達2020から物資の揚陸を開始した。 一方、外南洋部隊の命令により、支援部隊は飛行場砲撃の準備を整え、サボ島の沖合に進撃した。青葉は、地上攻撃用の特殊砲弾を装填しており、今作戦そのものが、米軍基地飛行場射撃の効果を確認する意味合いがあった。アメリカ艦隊は、巡洋艦2隻、駆逐艦6隻という日本艦隊を迎撃するために、 駆逐艦3巡洋艦4駆逐艦3という、夫人でサボ島近海を紹介していた。スコット少将は2000、艦隊の水上偵察機を投入して接近してくる、日本艦隊の動向を探ろうと命令を下した。しかし、ソルトレークシティとヘレナの偵察機が、発艦前に事故で炎上して失われるアシデントがあり、無事に発艦したのは、サンフランシスコとボイシの偵察機だけだった。 ソルトレイクシティ偵察機の炎上は、北西に50回里離れた場所にいた日本艦隊のミハリーンにも発見されていい。当時日本艦隊は26ノットから30ノットでガダルカナル島へ向かっていたが、ガトーの北西、約20回里、日本艦隊はこの光をガダルカナル島海輸送隊からの発行信号と誤認して発行信号で応答し返すをしてしまった。しかし、 この発行信号はアメリカ艦隊には察知されることはなかった。スコット少将は2028に新土東北とを指示し、2035には全艦が単重陣となって新しい航路に向かっていた。そんな中、2050にサンフランシスコから発艦した偵察機から大型艦1、小型艦2、サボ島沖合北16海里にあり、 調査のために接近するという連絡が入った。スコット少将は、以前の報告と兵力が違ったために新艦隊か、どうかの判断に悩んだが、機質の艦隊である可能性も踏まえて北東に進路を変更し、サボ島沿岸水域を進ませた。だがこの時偵察機が発見した日本艦隊の正体は、水上規模艦2隻、日清、千歳からなる輸送部隊であった。そんな中、 2125にヘレナの SG レーダーが日本艦隊を捉え、ヘレナは日本艦隊はアメリカ艦隊より方位315度、距離27,700ヤード、約25,300メートルの場所にあり、速度20ノット、震度120度で進行中と報告した。直後にソルトレイクシティのレーダーも日本艦隊を、 捉えたが、両艦の報告は機関であるサンフランシスコに届いておらず、この時点で、スコット少将は日本艦隊が接近していることを知らなかった。なお、機関のサンフランシスコは最新型の SG レーダーを装備していなかった。2130、日本艦隊に接近していた偵察機が大型艦1、小型艦2は、 ガダルカナル島へ東に十六海里進んだと続報を飛ばした。スコット少将は迎撃するか否か悩んだが、以前の報告にあった、巡洋艦二隻からなる日本艦隊がサボ島を抜けて、ルンガ白地に突入する可能性も踏まえ、紹介を継続することを選んだ。そして、二千百三十二に全艦隊へ、取りかじ、進路南西と指示して、左方向へ大回答を行った。 回答直後、ヘレナのレーダーが再び方位315度、北北西、距離18,500ヤード、約16,900メートルの位置に、日本艦隊を捉えた。また2138にはボイシモレーダーにて、方位295度、西北西、距離14,000ヤード、約12,800メートルにて、正体不明の目標を発見し、 ボイシ艦長のモラン大佐は機関へ報告するとともに、右方船の命令を下した。しかしこの際、ボイシは時間を基準とした目標方位として方位65度を伝え、これをスコット少将は新方位65度として敵艦位置が北東と解釈したため、敵艦位置が報告があった領艦で正反対であることに悩み、敵か味方か判断をつけかねた。 この時もう一つの事態が生じた。前衛の駆逐艦三隻のうち二隻、ファーレンホルト、ラフィーは巡洋艦部隊の右側から先頭に出るべく速度を増したがもう一隻の弾艦がレーダーで日本艦隊を探し独断で向かったのである。スコット少将は確認のため前衛駆逐艦部隊の指揮を取る都民大佐に機関は前方に進出中なのかと連絡したところ そうです。巡洋艦部隊の右辺を進みつつありますという応答が返ってきた。2142には機関であるサンフランシスコのレーダーが右辺方向の距離9000ヤード、約8200メートルに目標を捉えたが、スコット少将はこれまでの情報を判断して、目標を分離した前衛の駆逐艦と判断し、後方に着くよう命令した。刻々と時間が過ぎる中、 2145にヘレナのレーダーは距離5000ヤード約4600メートルに味方駆逐艦を捉えたが同時刻にヘレナの見張り員も肉眼で正体不明の艦隊を確認していたヘレナのレーダー士官はこの時どうしようと言うんだ横付けにでもするつもりかと叫んだというフーバー艦長は機関であるサンフランシスコに状況報告を行い 射撃許可を求めた。しかし、スコット少将は、この通信に対して、質問を受信したという意味でラジャーと返信した。フーバー艦長はこれを、射撃許可が降りたものと誤解。ヘレナは2146、照明弾を打ち上げた後に、距離3800ヤード、約3475メートルの目標へ射撃を、開始した。これを、 発砲開始の合図だと誤解した他のアメリカ艦は一斉に訪問を開き先端が開かれることとなった。なおこの時アメリカ艦隊と日本艦隊の間にはアメリカ艦隊前衛の駆逐艦部隊がいたが幸運なことに多くの砲弾はそれを飛び越えて日本艦隊へと降り注いだ。またこの時のアメリカ艦隊はレーダー射撃を行っておらず。 目標を目視で確認した上で射撃を行っていたが、隊列は理想的な T 字型で日本艦隊を迎え撃つ体制にあった。一方、ガダルカナル島へ向かっていた日本艦隊は、道中大規模なスコールに遭遇し、これ自運動、ジグザグ運動を中止した。この時まだ戦闘配置命令は出ておらず、タバコ本引けが出たに過ぎなかった。2133 日本艦隊はスコールを抜けて、サボ島西10海里の地点に達する。そして、ガダルカナル島飛行場を砲撃するため戦闘配置に着いた2143。青葉のミハリーンが、ガダルカナル島を手前に、左15度、艦 A3、震度南西、距離100、1万メートルと報告した。これに対し、小会長、この時点で、青葉水雷町は、輸送隊、日清、 千歳と判断、第六戦隊司令部も同判断だった。この時、基地航空隊、第十一航空艦隊の作敵機や先行した輸送隊からは敵に関する報告はなく、発見した艦艇の中に輸送隊、日清などに類似した艦艇があったため見方である可能性が生じていた。また輸送隊の進路が目的地とは違う南西に向かっているという問題も、 あったが、何らかの都合で進度が変わった可能性も考えられた。これらの理由もあって、後藤少将は、同志打ちを懸念したとされる。小会長を青葉公会長に交代後、後藤少将は、味方識別信号、オルジス信号を送るよう命じる。すぐさま、我青葉の発行信号、指向性発行信号が送られたが、目標から応答はなかった。数分後、 青葉見張り員がさらに約7000メートルの距離で前方の官営は敵艦と報告する。しかし、上記の疑念を持っていた後藤少将は艦隊を直進させつつ、2145頃に左10度、味方識別10秒を加齢、敵味方確認のために発行信号で確認を取らせた。一方で目標が敵である場合に備え、砲撃戦となった際に、 同航戦を行うため右回答を命じた。直後、環境最右端の18センチ双眼鏡を除いていた手のひら会長は、最初に、味方と報告、続いて敵と報告を修正した。この報告を聞き、青葉艦長級、総与ネジ郎大佐は、総員配置命令を出した。アメリカ艦隊が、照明弾を上空に打ち出した頃、青葉は、 我アオバの発行信号を明滅させていた、ちょうど信号を終えた直後とも、戦闘開始直後、アオバは、環境に直撃弾を受ける。この砲弾は不発だったものの環境正面から、後方へ貫通した一弾が環境を跳ね回り、戦隊司令部は一瞬で壊滅。後藤少将も左足切断の瀕死の重傷を負い、手砲射撃法違反及び通信装置は破損。 環境へ上がるラッタルも吹き飛ばされ、そこにいた青葉副長を含む乗組員は全員戦死した。一方で、後続の古高とは無線電話の連絡が取れたという記録もある。さらに4分後の2150まで、青葉は集中砲火を浴び、手砲射撃所や第2、第3砲塔も命中弾を受け使用不能となり、戦闘能力を喪失した。 特に地上砲撃準備の整っていた第三砲塔は、装填中の霊式弾及び創薬が誘爆し、大火災が発生。この際、手のひら包丁が弾薬庫への緊急注水に成功。爆沈は免れたが、被弾と誘爆により弾コインは全員戦死した。この間の砲撃は、一番砲塔の方が、照準によって手砲7発を発射したのみであった。この砲撃により、 青葉側では敵巡洋艦1に大火災を報じたが、アメリカ軍側の記録ではこの時点で被弾した感はなく、アメリカ艦隊の発砲炎を命中弾による炎上と見間違えたという推測がなさている。青葉環境はパニック状態になっていたが、第6戦隊戦人三謀岸松下特注佐、当時、非番のため作戦室で待機中が環境に上がり込み、 品種のご藤少将に歩み寄ると、司令官、反転して、再去を図りますと、反転と艦長への指揮権以上の許可を要請した。岸間中タスクの起点で指揮権を引き継いだ久し衆、大佐、青葉艦長は、不利な体制からの脱却を図るため、それまで取り舵を取っていたところを逆に重舵を取って、右反転、最大戦速での一時離脱を図った。上部構造物は、 大破しながらも、キス水戦火と機関は、無事だった。青葉は、煙幕を転調して、全速で額に移った。スコット少将は、アメリカ艦隊が弾艦を射撃していると不安になって、射撃開始から1分後の2147に、射撃中止を命じたが、興奮した部下たちを制止することは、不可能だった。スコット少将が、駆逐艦部隊を指揮する、都ン大佐と、 状況確認の更新をする間も、ヘレナ等は射撃中止命令を無視して、敵艦を砲撃していた。2151、同士打ちではないことを確認した、スコット少将は、駆逐艦に識別信号を点滅させる命令を告げた、上で、砲撃再開を加齢した。しかしこの時点で、アオバは、第三砲塔の火災を沈下させ、煙幕を張りながら、アメリカ艦隊の視界から消えつつあり、 唯一、アオバを砲撃していた、ヘレナも砲撃を中断した。2153には再度砲撃を行うものの、視界が不良であったため追撃を断念。アオバは、無事に戦場を離脱した。アオバの後方1500メートル離れて続いていた、古高は2146.30秒、前方二十数隻の発砲を視認する。これに対して、古高艦長、 荒木津大佐は、形勢不利と判断し、取り舵、戦闘魚雷戦、右方戦用意と素早く命令を下した。しかし主砲旋回が終わらず攻殻砲一戦車のみを行った時点で機関、青葉に敵弾が集中するのを確認。救援をするために重舵を取り直し、形としては、敵艦隊と青葉の間に、古高を割り込ませた体制となった、は、2148 攻殻砲と手法で汚染を開始した。この時、アオバからは、古高が単焦燈を照射したのを認めた。しかし、古高は、離脱を図るアオバの代わりに、巡洋艦ソルトレイクシティ、ボイジ、駆逐艦弾艦、マッカラ、ブキャナンの警護席から、格好の目標となり集中砲撃を浴びた。2152は、魚雷発射艦に命中弾の破片を浴び、 装填中の93式酸素魚雷から酸素が漏れて大火災となる。さらに2154から2155には、右減前部機関室と左減後部機関室、2 2 0百五には左減前,前部機関室が被弾して、浸水、全砲等が機能を停止するなど、戦闘開始から約17分で、戦闘不能状態になってしまった。なおこの時、古高と、 アメリカ艦隊の間にいたファーレンホルトは味方であるアメリカ艦隊の砲撃を受けて大破し戦場を離脱している。戦闘不能に陥った古高だが、後日の絹笠によるアメリカ艦隊への反撃にて攻撃を受けずに済むようになり、2214には追撃から離脱することができた。しかし古高は、 水面上だけで大小90発以上の被弾箇所があり、水面下にも少なくない被害を受けていた。この水面下の被弾による浸水が致命傷となり、2240には航行不能に陥る。その後翌12日の0008には救援のために初雪が到着したが、浸水による傾斜がひどいために横付けができず、探偵での救助となった。0020、総員退去。 零零二八に沈没。初雪の救助作業は、アメリカ軍からの空襲を避けるため零二零零に、打ち切られ、日本側は戦死者33名、行方不明者225名と記録した。生存者は518名であった。古田川湖の海戦で、主砲20発、または36発、高架砲二26発を発射し、戦火として、 敵巡洋艦一撃沈を報告した。加えて機関、青葉を救援したことを評価され、サボ島沖海戦における訓港は、こう、特と評されている。ボイ氏は、古鷹の砲弾が4発命中したという記録の一方で、アメリカ軍側の記録では、古鷹による損害は、ボイ氏が2153ミリ0 3センチメートル弾1発、2154? に、 機関砲弾2発受けたのみとされ、これにより、ボイシが軽微な損害を受けたという報告が残っている。戦闘開始前、フブキは青馬の前方を進んでいたが、2146にアメリカ艦隊が砲撃を開始した直後、青馬の右反転に従って同じく右反転を行っていた。だがこの時、フブキはアメリカ艦隊に最も近い距離に接近していたため、 サンフランシスコから1400ヤード、約1300メートルの至近距離による砲撃を受け、その後アメリカ艦隊の集中砲火を浴びた。アメリカ軍側の記録では2153に爆発炎上して強沈したという記録がある。一方で、日本軍側の記録では2153に青葉の左140度500メートルの距離を同行、中敵艦からの砲撃を受け火災発生。 2213に大火災となって大爆発を起こし沈没したという記録が残っている。これについて軍事史研究家の大塚義よしふるは2151からアメリカ艦隊が射撃を再開した以降の記録と比べるとサンフランシスコ、ボイシ、ヘレナの射撃記録に該当する記録があることから吹雪の沈没時の状況は日本側の記録が 実際の状況に近いのではと考察している。単獣人、青葉古高絹笠最後尾の絹笠は、初雪と共に鳥かじを取って左反転し、アメリカ艦隊の砲撃から抜け出しつつ、反撃を行った。この理由について、絹笠側は、敵艦の先制攻撃が第一正体である青葉と古高に集中しており、これ動きに続いた場合、 敵艦の集中砲撃を受ける可能性が大きかったため反転を決意したとの行動書に残している。二席、絹笠、初雪が左回答を行う直前弾艦が接近して砲撃を加えたが、絹笠は手砲と攻殻砲にて反撃を行った。弾艦はこの砲撃を切り抜け、古高への来撃を成功させたが、味方である。 アメリカ艦隊の誤射を受けて沈没してしまっている。絹傘が左反転をしている中、アメリカ艦隊は2153から2158の間に震度230度、南西から300度、西北に変身し、青葉と古高を追撃しようとした。しかし目標を捉えることができなかったため、スコット少将は2200に打ち方止めの命令を下した。ほぼ同時刻。 キヌガサは北西に進路をとってアメリカ艦隊と同行状態となり攻撃を開始した。まず2203、キヌガサは目標のロンドン型大順一隻に来撃を行う。この目標となったボイシは2206に来石を発見して右級回頭を行い50ヤード約4 5メートルの距離で回避した。この際、キヌガサから 敵順洋艦の姿が見えなくなったため、絹傘側では、目標が強鎮したと認識していた。続いて、絹傘は、ボイシと砲撃戦を行い、ボイシに2 0 3トル砲弾4発とその他、砲弾を命中させた。一発は3番砲の走行によって破砕したものの、もう一発は1番砲に命中し、旋回不能の損害を与え、残り2発は水面下に損害を与えた。 このうち一発は二番砲塔装薬室で炸裂して火災が発生したものの浸水が消火の役目を果たした。この水面下命中弾による被害により、ボイシは全部手法が射撃不能となり、浸水による速度低下が発生た。さらに火災が発生したこともあって、ボイシは2213に左へ回答し戦線を離脱した。 その後、キヌガサは2213からソルトレークシティと断続的に砲撃戦を行い、20.3センチメートル、砲弾2発を命中させたがこれによる損害は、軽微であった。2217に、両艦は、お互いを見失い砲撃を中止、キヌガサは、アオバと共に戦場を離脱した。この海戦で、キヌガサは、主砲80発、広角砲11発、 魚雷16本を発射したという記録が残っている。一方のアメリカ艦隊側は、この戦闘で、絹傘を撃沈したと認識しており、後に日本艦隊を発見できなかったことから、2227にスコット少将は戦闘を中断。震度220度、南西に向けて戦場を離脱し、戦闘は終了した。一方輸送隊は0050。 揚陸作業を完了した。日清輸送隊は、ラッセル諸島西側を通過して、戦闘海域を離脱。この時、日清輸送隊から、駆逐艦4隻、朝雲、夏雲、白雪、村雲が分派される。第11駆逐隊、第1小隊、白雪、村雲は、古高救援を、第9駆逐隊、朝雲、夏雲は、絹笠と合流して、 米艦隊の撃滅を、それぞれ加齢された。これをボイシから発信した、水上偵察機が発見、連絡を受けた、ガダルカナル島、ヘンダーソン基地から攻撃隊が発信する。古高は、すでに沈没しており、生存者救出後、引き上げが遅れた2隻、白雪、村雲はニュージョージア島沖で米軍機、約20機の波状攻撃を受けて、村雲が、大破炎上。 高校不能となる。第9駆逐隊、朝雲、夏雲は、村雲の高校不能を知り救援のため駆けつけたが、ドーントレス11機の空襲により、夏雲は、資金弾複数発を受ける。浸水が進み、佐藤康雄司令は、夏雲の陸民員を、朝雲に収容した。夏雲は14時27分に沈没、塚本館長以下19名が戦死した。また、 第十一駆逐隊司令、杉野周一大佐は、村雲生存者を上官、白雪に収容した。残存二隻、朝雲、白雪は、村雲を放棄して、一旦被退したが、救援のためが党へ進撃中の増援部隊、川内、由良、しぐれ、白露、天霧等と合流した後、野員に乗じて、村雲の元に戻る。 村雲の栄光を試みた者の手の施し様がなく、村雲は白雪によって来撃処分された。後藤少将は、翌0六0 0退却途上の感情にて、出血多量により戦死したが、最後まで同志打ちを受けたと信じていたと言われている。この海戦について、10月15日に、連合艦退散傍聴、宇垣きまとめ少将は、自身日し戦争6で、 第六戦隊司令部は警戒心がなさすぎ、この戦いは、絹笠一石で戦ったようなものだと、判断ミスを犯した第六戦隊司令部に対して、適厳しい批判を書き記している。戦争6の10月16日の日誌では、久州、青葉艦長、荒木、古高艦長、参謀長から聞き取りを行い、いくつかの所見を書いており、そこでは、野戦失敗は、 事前の偵察不十分にあるる。としている日本軍は、停滞敗北を喫し、飛行場砲撃という目的は達せられなかったが、輸送作戦そのものは成功したとも言える。日本軍は、米中巡洋艦1、駆逐艦1撃沈、重巡洋艦1大破という戦果を挙げたと、誤認していた。大本営発表では、日本軍巡洋艦1隻沈没。 連合軍巡洋艦2隻沈没、駆逐艦1隻沈没、巡洋艦1隻大破となっている。また、アメリカ軍は海戦に勝利を収めた上に、アメリカル士団第164不評連隊の揚陸に成功した者の大将の損害を受けて、ガダルカナル島海域から、飛隊、戦力の空白地帯を作ってしまう。この間、第二次飛行場砲撃部隊、挺戦艦隊、 第三戦隊、司令官、栗田武雄少将、戦艦混合、春名が、ルンガ白地に突入、ヘンダーソン基地に艦砲射撃を行った、ヘンダーソン基地艦砲射撃。10月14日から15日にも、従順、鳥海、第八艦隊機関及び本海戦を生き延びた、キヌガサが、ヘンダーソン基地に艦砲射撃を実施した。一方、アメリカ軍は、 日本軍巡洋艦4隻、駆逐艦4隻を撃沈したと報告した。この戦いは、日本軍が得意とした野戦で、アメリカ軍が勝利した初めての戦いであったが、アメリカ軍の混乱も大きく、日本軍側の航空偵察不徹底、指揮官の不手際、命令伝達ミス、ガダルカナル東砲撃という目的にとらわれて、注意力が散漫になっていたこと等の不手際が重なり、 さらに偶然にも絶妙のタイミングでの先制攻撃となったこと等がアメリカ軍側に求むとなった。日本側は艦隊司令部、連合艦隊、第11航空艦隊、第8艦隊が敵艦隊は行動していないという前提で時間帯を動かすなど敵上判断が甘く、それが原因でアメリカ艦隊の奇襲を許すなど作戦の失敗が目立った。 加えて戦術面でも損失が大きく、特に得意としていた野戦でアメリカ軍に先手を取られた事態は日本側にとって大きな衝撃となった。一方アメリカ側では1942年7月以降から策的にレーダーを用いて野戦を行う訓練方式について、以前人的な戦闘力では問題があるものの、この方式が間違っていなかったことが証明される。 形となった。またサボ島沖海戦による勝利は、日本側に与えた損害を過大に評価した、結果、第一次ソロモン海戦の敗北によって、信頼を失っていたアメリカ艦隊の士気を回復させることになった。イゴソロモン方面で戦闘するアメリカ艦隊にとって、アメリカ艦隊が野戦において、日本艦隊より優位に立つことができるという証明にも、 なり、アメリカ艦隊が自信を持って、野戦を行う要因と思った。この後、アメリカ艦隊は、第三次ソロモン海戦や、ルンガ沖野戦で、日本艦隊に野戦を挑み、停滞打撃を受けた。チェスター・ニミッツ太平洋艦隊長官は、ガダルカナル島の戦いで、アメリカ艦がレーダーを活用できたと言っても、野戦に対する準備は整っておらず、また得意とも言えなかったと評している。 なお、戦死総書では、呉陳次府警備駆逐艦、豊田添江司令長官指揮下の吹雪型駆逐艦8番艦、白雲が10月11日から12日に正規した水上規模艦、日清護衛及び、サボ島沖海戦に参加し、外南洋部隊、指揮艦、三河軍一第8艦隊司令長官に所属する、第11駆逐隊、白雪、村雲、初雪。 吹雪の司令駆逐艦、第十一駆逐隊司令、杉野周一大佐として、第十一駆逐隊、第一小隊二番艦の駆逐艦、村雲救援と雷撃処分を実施したことになっている。だが、白雲は8月28日の空襲で大破、第二十駆逐隊の解体に伴い警備駆逐艦となって、外南洋部隊、大艦隊から除かれ、サボ島沖海戦時は、 日本本土に戻っていた10月8日期、さらに大修理が必要な状態であり、最前線で戦闘に参加できる状態ではなかった。水上規模艦、日清の護衛及び村雲の処分を実施したのは、白雲と名前が似ている白雪である。二隻、白雪、白雲は、自体が似ているため郵便物の護儀等に悩まされ、日本海軍も注意を促している。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。